カート・ランビスはアメリカ合衆国インディアナ州テレホート生まれカリフォルニア州クパチーノ出身の元バスケットボール選手。原指導者。現役時代は NBA のロサンゼルスレイカーズ等で活躍した。カート・ランビスは1958年にインディアナ州テレホートで生まれたが、一家はランビスの幼少の頃にカリフォルニア州クパチーノに引っ越した。ランビスは クパチーノで育ち、大学も地元のサンタクララ大学に進学。背番号34が永久欠番になるなど同大学のスター選手として活躍し、1980年の NBA ドラフトではニューヨークニックスから指名されるも開幕ロースターに残ることはできず、ギリシャのエクアテネでプロキャリアをスタート、ギリシャ名のキリオコースランビーディーズという選手名でプレーし、 カップ戦優勝を経験。翌1981年にロサンゼルスレイカーズと契約。マジック・ジョンソン、カリーム・アブドゥル・ジャバー、ジェームズ・ウォージーを中心としたショータイムバスケットボールの中で、ランビスは体を張った武闘派のロールプレイヤーとして、80年代のレイカーズの黄金期を支え、4度の NBA チャンピオンを経験。1988年にレイカーズを離れ、 数チームを渡り歩いた後に1993年にレイカーズに復帰。1994年以降はコーチ兼任となり、1995年に現役を退き、コーチ業に専念した。1995から96シーズンから正式のアシスタントコーチに専念し、1998から99シーズン途中に、 デルハリスヘッドコーチ解任を受け暫定ヘッドコーチに昇格。24勝13敗の成績を残しチームを立て直したが、プレーオフでは、セカンドラウンドでサイアントニオスパーズに4戦全敗を喫し、シーズン終了後にフィル・ジャクソンヘッドコーチ就任に伴い退任。2001年に再びアシスタントコーチに復帰し、2002年と2009年の NBA チャンピオンに貢献した。 2009年夏にミネソタティンバーウルブズのヘッドコーチに就任。長年低迷に苦しむウルブズの再建に期待が高まったが、2シーズンで32勝132敗という惨憺たる成績に終始し、2010から11シーズン終了後に解任された。2013から14シーズンはレイカーズでアシスタントコーチを務め、2014年7月に ニューヨークニックスのアソシエートコーチに就任。2016年2月8日には、デレック・フィッシャーヘッドコーチ解任に伴い、暫定ヘッドコーチに昇格し、シーズン終了まで暫定コーチを務めた。一旦退任となったが、新任のジェフ・ホーナセックヘッドコーチの要望により、アソシエートコーチに復職した。ありがとうございます。